性のない集団という意味を持っていますが、我々は個性がカラスがバラバラになく姿を個性と捉え、一人一人が輝く集団と解釈しました。これを現代人の自己表現の葛藤と重ね、演舞テーマといたしました。精一杯演舞させていただきますので、お手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。私は私を表現する強い意志を持って